通告に従い質問いたします市長並びに理事者の皆様の前向きな答弁を期待いたしますはじめに1子どもの貧困対策について括弧1子どもの貧困の現状についてお伺いします現在子どもの貧困というテーマが社会問題としてクローズアップされています貧困には絶対的貧困と相対的貧困という2つの定義がありますがその地域や社会において 普通とされる生活を享受することができない状態のことを相対的貧困と言いい最近の調査では日本の子どもの約7人に1人が貧困の状態にあると言われていますこれは OECD 加盟の先進国の中でも下位となっています特に一人親世帯に限るとその半数以上が貧困状態にあると言われておりその大半が子供を抱え生活に困窮している状況にあります このような中国においては平成26年に子どもの貧困対策の推進に関する法律を施行し同年に子どもの貧困対策を総合的に推進するための子どもの貧困対策に関する対抗を策定国の対抗が目指す子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがない社会の実現を目指して子どもの貧困対策を 総合的に推進することが自治子どもの貧困の問題は単に現在の貧困家庭だけの問題ではありません30年後50年後の日本また地域を支える未来の担い手をどう育成するのかという地域社会全体の問題であり私たちのまちづくりの課題でもありますそこでお尋ねいたしますが本市における子どもの貧困の現状と課題 また課題を解決するために市はどのように取り組もうとしているのかその方針をお示しください次に括弧に子ども食堂に対する支援についてお伺いいたします子どもの貧困という課題解決に向けて行う地域の子ども食堂の取り組みが全国で広がっています子ども食堂とは地域住民や民間団体などが主体となって無料または低料金で子どもたちに食事を提供する コミュニティの場を指します全国に広がりを見せる子ども食堂ですが貧困家庭に限らず普段食事を一人でとる孤食の子どもなど食事に困った子ども以外の利用もあるようです。本市においても複数の子ども食堂があると聞き及んでおりますがさまざまな形態の子ども食堂がある中で関係者同士が横のつながりを持って課題情報を共有しそれぞれの地域で 継続しやすいい環境を作っていくこととが重要と考えますまた、子ども食堂をやってみたいという個人、団体や地域の皆さんへの啓発も必要であることから、行政にはこのような方々と連携しながら、各団体との橋渡し役としての役割を果たすべきではないでしょうか。市内の子ども食堂の現状と合わせて、本市の子ども食堂に対する支援の在り方についてご教示ください。 次に大きな2点目自殺対策についてお尋ねします平成10年以降自殺者数が毎年3万人を超える深刻な状況が続いていたことを受けて国は平成18年に自殺対策基本法を制定平成28年に改正されました法に基づく自殺総合対策大綱では誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指しており具体的施策として 若年層向けの対策や自殺未遂者向けの対策を充実することとされており地方自治体においても地域自殺対策計画の策定が義務付けられました我が国における年間自殺者数は平成21年から7年連続で減少し平成28年には2万1897人と22年ぶりに2万2000人を下回っておりますが 残念ながら日本の自殺死亡率いわゆる人口10万人当たりの自殺者数は16.8人となっており主要先進7カ国の中で最も高い状況ですまた若年層の自殺率の高さも際立っています私たちの身近な問題として捉えるならば自殺は社会にある生きづらさの表れであり最優先で対処すべき課題であると思いますこのような点を踏まえて 本市における現状とその対策についてご教示ください次に大きな3点目若者の人口流出対策の1キャリア教育の推進について伺います本市における人口流出の高止まり傾向がなかなか解消されません先日報道された総務省が発表した2017年の住民基本台帳に基づく人口移動報告によると市町村の 転出超過人数において長崎市は全国ワースト第3位の1888人順位は前年のワースト第2位から1つ改善したものの超過人数では341人増えており悪い意味で全国にその健在ぶりをアピールする結果となりましたちなみに第1位は北九州市で2248人第2位は堺市の 2211人,人口規模の大きい政令市でありいわゆる県庁所在地としては長崎市が堂々の第1位となりますあらゆる方策を駆使してこの現状を転換していくことが喫緊の課題であり粘り強く取り組む長期的課題でもあります若者の人口流出を防ぎ地元に定着していただくためにはまず働く場所を確保するための企業誘致や 産業振興なななどが第一義的な対策ととして必要になると思います本市でもこの取り組みは推進していますがその前の段階として私たちは子どもたちが故郷である長崎で暮らしていきたい自分も地域に貢献したいと思えるような学びの場体験の場を十分に提供できているでしょうか一般的にキャリア教育とは一人一人の社会的職業的自立に向け 必要な基盤となる能力や態度を育てることをいい、現在、インターンシップ、職業体験、職場見学などが、小、中、高、大、それぞれの段階で行われています。もちろん、将来、子どもたちがどのような職業を選択し、どこに働く場を求めるかは、本人の希望に任せるのは当然ですが、一方で、子どもたちのうち、何割かは、地元に残ってもらえるよう、 一旦は転出したとしても、戻ってきてもらえるよう,そのように、そのような地域に貢献できる人材を育てていく仕組みを、教育の現場に組み込んでおくべきと考えます。そこで、将来の長崎を担う人材を育成するという観点から、義務教育での地域の魅力を伝えるようなキャリア教育の充実について、市の考え、取り組みをご教示ください。 次に、に大学との連携について伺います。政府は地方創生に貢献する地方大学づくりを応援することを目的に、平成30年度予算案で地方大学の振興を目的とする新たな交付金として100億円を計上しました。産・官学の連携による産業振興や、専門人材育成などの事業を支援し、地域の生産性向上と、 若者の定着をを促ししてていくことを目指しております本市においてはこれまでも産業界とともにそれぞれの強みを生かしてさまざまな分野で地域の大学と連携共同により人材の育成や新産業の創出に関わってきていますしかしこれからは単に足らざるを補うだけの連携ではなく協会を超えた横断的な取り組みにより地域貢献と 以上のような観点から、若者の人口流出対策として、大学との連携に対する本市の考えについてご教示ください。最後に、4、公共施設マネジメントについての括弧一パーク PFI 制度の活用について伺います。人口減少が進み、市の財政制約等も深刻化する中で、公共施設マネジメントの観点から、 公園施設を適切に更新し都市公園の質を向上させることが重要となっています。このような中、平成29年に都市公園法が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体 具体的に行うものを公募により選定する公募設置管理制度いわゆるパーク PFI 制度が新たに設けられました本制度が広く活用されることで都市公園に民間の優良な投資を誘導し公園管理者である市の財政負担を軽減しつつ都市公園の質の向上公園利用者の利便の向上を図ることが期待されています 現在ある公共インフラを逐次更新し、これからも維持管理していくためには、公共施設マネジメントにより、量を適正に縮減していくとともに、その財源についても新たな法都を模索しなければなりません。パーク PFI 制度の活用について、本市の考えをお示しください。以上、本段からの質問といたします。 市長、えコメと林博文議員の質問にお答えします。まず一点目の子どもの貧困対策についての括弧一、え子どもの貧困の現状についてお答えします。子どもの貧困については、厚生労働省が昨年6月末に公表した。 平成28年の国民生活基礎調査によりますと経済的に厳しい家庭で育つ17歳以下の子どもの割合を示す子どもの貧困率が13.9%と前回の平成25年調査から2.4ポイント低下したものの約7人に1人の子どもが貧困の状態にあると言われています。また、子ががいいるる現役世世世帯帯、帯ののうち、大人が1人の世帯いわゆる1人親世帯では、 貧困率が50.8%となっており前回から3.8%低下したものの依然として経済的に厳しい状況にあります子どもの貧困率については県や市レベルでの数値は発表されていませんが平成27年に長崎県が実施した児童扶養手当受給者へのアンケート調査結果によると長崎市の一人親家庭については母子世帯において 臨時雇用や派遣の雇用形態の方が三十四点三パーセントであり、年収が二百万円未満の割合が五十九点三パーセントでした。また長崎市における十七歳以下の子どもの生活保護の受給状況については、平成二十九年十月現在、受給者数は一千五百三十四人で前年と比較して百八十九人減少しており、受給率は 2.54%となっています生活保護に準じる程度に困窮している準要保護世帯の認定を受けた児童生徒数は平成28年度で小中学校合わせて6807人で前年度と比較して264人減少し全児童生徒数に占める割合は21.3%という状況でした。長崎県では 平成28年3月に長崎県こどもの貧困対策推進方針を策定し重点施策として子どもに対する教育の支援をはじめ貧困の状況にある家庭が自立して,が自立して生活を営んでいけるよう生活の支援保護者に対する就労の支援経済的支援の4つの柱を掲げています。子どもの貧困困問題は経済的困窮を背景に 生活面や教育面といった多面的複合的な問題を含んでいることからその対策にあたっては様な施策分野を総合的に推進すする必要がありますそこで長崎市においては子どもの貧困対策に関連する取り組みとしてひとり親家庭の子どもの進学の際などに利用されている資金の貸付け自立促進と生活の安定に向けた職業訓練能力開発等にかかる給付金の支給 就労や生活等の自立に係る各種相談のほか経済的に就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し必要な援助を行う就学援助生活保護世帯等の子どもを対象とした学習支援など町内関係部局の連携のも下様々な視点からの支援に取り組んでいます子どもの貧困対策については社会全体で取り組むべき課題であり貧困の連鎖を断ち切るためには 貧困のリスクが高い子どもや家庭を早期に把握し必要な支援やとつなげることが重要であると考えています今後とも関係行政機関や地域の民間団体とも連携協力しながら効果的な支援の充実を図っていきたいと考えています次に三点目の若者の人口流出対策についてのうち括弧 2. 大学との連携についてお答えします 長崎市の人口は社会動態において転出超過が続いており1月29日に総務省から公表された住民基本台帳人口移動報告においても先ほど廃止議員からもありましたように平成29年の長崎市の転出超過数は1888人全国3位という状況にありますこの主な要因としましては若年層の進学就職に伴う県外への輸出超過が継続していることによるものです このような中で若者の地元定着を図る観点から、地の拠点、大学による地方創生推進事業、いわゆる COC+ プラスとして、長崎大学、長崎純真大学を含む傘下大学と協力して、平成31年度までの5年間で、県内大学卒業者の地元就職率を10%向上させることを目指して、さまざまな分野で連携、協力を行いながら、事業を進めています。 しかしながら、平成28年度の県内大卒者の県内就職者数は、目標の1,147人に対し、実績は1,054人で、達成には至らず非常に厳しい状況であり、平成29年度もさらに厳しい状況になることが予想され、大変危機感を持っています。この大きな要因の一つとして、地元企業の情報が学生に届いていないなどといった課題が挙げられることから、長崎市としても、 地元企業ののの情報発信力力強化とと学生ににって魅力ある雇用環境の向上などに取り組んでいきま,すまず情報発信力の強化については地元企業を紹介するテレビ番組である「長崎きらりカンパニー」を制作する中で大学生に地元企業を取材してもらい学生から見た企業の魅力や感想を発信してもらうほか学生の保護者向け 学生の保護者向け地元就職促進セミナーを開催するなど大学と連携しながら地元企業の魅力と長崎で暮らす魅力について情報を発信しますまた雇用環境の向上についてはワーク・ライフ・バランス促進など学生にとって魅力ある職場環境整備や研修などに対して支援を行いますそのほか長崎県においても多くの学生が就職活動の際に 就職情報サイトを活用するといった実態があることから平成28年3月に長崎県内就職応援サイト n ナビを開設しています本年度長崎大学と連携し授業の中で学生に n ナビの積極的な利用登録の呼びかけなどを行ったところ登録者数、利用者数,利用数の大幅増につながっていますまた、昨年9月から 県内の大学・企業・就活情報誌 NR を毎月発行するほか地元就職を促進する動画長崎プライドを制作して YouTube への掲載を行っていますさらに大学独自の取り組みとしましては長崎大学において平成30年度から県内の企業へ就職するなど地方創生に貢献する学生に対し地方創生活動支援金制度を創設しています また長崎純真大学においても平成29年度入学生から長崎を愛し将来の長崎に貢献する学生に対し地方創生特待生入試制度を創設するなど独自の実効性のある取り組みを実施されています今後ともこのように大学県市で連携しながら一人でも多くの若者の地元就職や定着につながるよう引き続き実効性のある取り組みを進めていきたいと考えています 以上ふんだんからの答弁といたします。子ども部長、ご質問の一点目、子どもの貧困対策についての括弧に子ども食堂に対する支援についてお答えします。子ども食堂につきましては、経済的な理由や家庭の事情などにより十分な食事が 取れない子どもたちに無料や安価で食事を提供する形で始まりましたが現在では地域の地域と子どもたちの交流に重点を置いたものや職域推進の観点から子どもに料理を教えながら一緒に作って食べたりとその形態や意義が多様化しております子ども食堂は子どもたちが安心して過ごせる居場所であるとともに子どもとその家庭が抱える問題を発見し 必要な支援につなげていく役割も担っており、大事な取り組みであると認識しております。長崎市内では、現時点で7か所の開設を確認しておりますが、運営資金の寄付や食材の提供、ボランティアなどの協力を受けながら運営されている状況にあります。子ども食堂は民間から始まった取り組みであり、子ども食堂に対する効果的な行政の関わり方や、必要な支援について、引き続き活動実態の把握や、 関係者ととの意見交換を行いいながら検討しててまりりたいと考えております次に、子ども食堂の関係者同士の横のつながりに関しましては、昨年2月、長崎県内で子ども食堂を実施している団体や、支援団体などで構成される、長崎こども食堂ネットワークが設立をされ、情報交換をはじめ、食材や人材などを共有する仕組みを作るなど、子ども食堂の新設や、 継続的な運営を支援してていく取りり組みが行われておりま,すまた市内で子ども食堂を実施している団体の中には子ども食堂を新たに始めたい人のために新設の準備から運営のコツまでを紹介しているガイドブックを作成するなどの啓発の取り組みも行われておりますこのように民間指導による取り組みが行われていますので長崎市といたしましては子ども食堂を始めたいと考えている方を このネットワークへつなぐといった橋渡し的な役割のほか、子ども食堂の活動を市民の方々に周知するなどの関わり方も考えられますので、長崎こども食堂ネットワークをはじめ、関係者の皆様と連携し、ご意見とも伺いながら、子ども食堂の活動が継続しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でごございます。市民健康部長ご質問の2点目。 自殺対策についてお答えいたします。長崎市の自殺の現状でございますが、平成28年の自殺,、えー、自殺者数は66人で、人口10万人に対する自殺死亡率は15.5となっており、全国の自殺死亡率16.8を若干下回っております。年代別に見ますと、40歳から64歳までの壮年期が27人、65歳以上の高齢期が27人、 39歳以下の青少年期が12人となっております。男女別では男性が54人、女性が12人であり、男性が女性の4倍以上と多い状況でございます。次に、長崎市の自殺,自殺対策の取り組み状況につきましては、自殺に悩む人に気づき、見守り、話を聞き、適切な相談場所につなぐゲートキーパーの養成講座を平成22年度から開始し、平成28年度までに、 人の方が受講しておりまあわせて、心の健康相談や、ストレスチェックのホームページ、心の眼鏡の解説、自殺につながりやすいうつ病対策についての市民向,市民向け講座などに取り組んでおり、平成29年度は広報長崎の特集号での普及啓発にも取り組んだところです。また、市民からの相談を受けることが多い所属や福祉分野など、自殺予防対策に関わりの深い 所属の実務者連絡会議を開催し、現状の共有や意見交換、研修を行うとともに、自殺相談対応マニュアルを作成し、窓口などで自殺のリスクのある人を見つけ、適切に対応できるよう連携することとしております。若年層の自殺対策としましては、先ほど申し上げましたゲートキーパー養成講座につきましても、平成27年度からは、専門学校で開催するなど、 若年層のにに重点的に取りり組んでおりますまた、思春期、成年期特有の心の揺れや SOS に気づき、自殺につながりやすい精神科の病気や対応,対応方法などについても知ってもらうことを目的とした保護者向けの講演会を開催するなど、若年層向けの取り組みにも力を入れております。えー、先ほど議員からもご紹介がありました とお、えー、り、えー、平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、すべての都道府県、市町村に自殺対策計画の策定が義務,、えー、義務付けられております。長崎市におきましても、平成30年度中に自殺対策計画を策定することとしており、関係団体、企業、市民と自殺の現状や課題、目標を共有し、それぞれが果たすべき役割を明確にし、相互に連携、共同する取り組みを行い、 自殺対策をより一層推進していきたいと考えております以上でございます教育長ご質問の三点目若者の人口流出対策について括1カギア教育の充実についてお答えいたします長崎市教育委員会は将来の夢や希望を自,自らの言葉で語りその実現に向けて努力する長崎一戸の育成という目標のもと、児童生徒の 職業的自立や社会的自立に向けたキャリア教育を展開しております。その中でも、ふるさとの良さを知り、誇りを持たせることを主な狙いとして、長崎の宝発見・発信学習推進事業と日吉自然の家での宿泊体験学習に取り組んでおります。この事業で子どもたちは、長崎市内の世界遺産をはじめとした歴史的・文化的遺産への訪問や、 豊かな自然の中で、ペーロンや魚さばきなどの体験を通して、改めてふるさと、長崎の持つ豊かさや素晴らしさを体感しております。また、これからの社会で活躍する人材を育てるためには、英語力を高め、グローバルな視点が必要であると考え、国際理解教育の推進も図っておるところでございます。さらに、市議会のご協力をいただくとと,ともに、選挙管理委員会と連携し、 中学生議会や模擬選挙を昨年度から本格的に開始し、地方自治の仕組みに関心を持ち、積極的に政治に関わろうとする子どもの育成に努めております。これまでも子どもたちに望ましい勤労感や職業感を持たせるため、各学校では社会科見学や職場体験学習を行っております。それに加え、今年度から新たにキャリア教育推進事業を開始いたしました。 この授業では、長崎で活躍している方を小中学校に派遣し、講話や実演を通して、児童・生徒への職業の紹介や、働くことの楽しさを伝えております。この授業を通して、子どもたちは、地元、長崎を支えている人や、さまざまな職業の存在を知るとともに、今の自分を見つめ直したり、将来の自分を思い浮かべたりすることができると考えております。 またこのような取り組みを充実させるためには、外部の団体からのご協力が不可欠であると考え、連携を深めているところです。具体的には先日、2月16日に長崎市立大浦小学校において、長崎青年会議所の方を講師としてお招きし、資料強度のことと題したおもてなし出前講座を実施いたしました。この講座では、児童は長崎にある日本一が、 広区内にある大浦天使堂やグラバー園であったり、フグ養殖の漁獲高や、捕れる魚の種類の多さであったりすることを初めて知り、ふるさと長崎の底力を感じることができたようです。教育委員会といたしましては、将来の長崎を担う人材を育成するとともに、長崎を離れ、全国や世界で活躍する人材となっても、ふるさと長崎への思いを持ち、応援し続ける長崎っ子の育成に努めてまいります。以上でございます。 土木部長、ご質問の4点目、公共施設マネジメントについての（括弧一）パーク PFI 制度の活用についてお答えいたします。長崎市の公共施設については、人口減少や少子高齢化が進む中で求められる役割が多様化しており、また厳しい財政状況でインフラ施設を含む公共施設をどのように更新していくのかは。 自治体運営におおいてて大きなな課題となっておりますこのような中で民間の創意工夫などによる市民サービスの向上や施設の整備維持管理運営などに民間資金を活用するなど新たな財源の確保にもつながる PFI をはじめとする官民連携手法は公園を含む公共施設のマネジメントを進めていく上で有効な手段の一つであると考えております。 ご質問のパーク PFI 制度につきましては昨年6月の都市公園法の改正により創設をされ都市公園内に民間事業者が飲食店や売店などの収益施設を設置しその収益を活用した公園の施設整備を一体的に行う制度でございますパーク PFI 制度の特徴といたしましては民間事業者が設置する収益施設の設置管理機関が 10年,10年間から20年間に延長されることや公園に設置できる建築物の憲兵率が基準の2%からさらに10%上乗せできるなど民間の参入を促す制度となっておりますこの制度は創設されたばかりでございますがこれまで全国で4か所の公募がなされておりうち北九州市と名古屋市の 2か所は事業者が決まり、いずれも飲食店などの便益施設を設置し、その収益を施設の外交などの整備費用に活用する計画となっております。また、国土交通省がこの制度の類似事例として紹介している横浜市の山下公園におきましては、現地調査を実施しておりますが、公募によって選定された民間事業者は、 横浜市から建物を借り受け、その中にコンビニエンスストアとカフェを設置・運営しており、その収益で無料の休憩スペースや子育て向けファミリースペースの設置管理を行っています。しかしながら、山下公園のような立地の良い場所においても、冬場などは来園者が少ない時期もあり、経営が厳しいとのことでございました。このようなことから、長崎市におきましても、 パーク PFI 制度を含めた官民連携の手法については、重要であると考えておりますが、民間の収益施設は公園の規模や利便性により収益が大きく異なりますので、公園の新設や更新を行う際に、民間事業者の意見も聞きながら、検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます4番林博文議員 一通りのご答弁をいただきました、理解を深めるためにです、ね、時間の内で再質問をしたいというふうに思います。順不同になります、ご容赦ください。まずあの、今、ご答弁いただきました、パーク PFI についてでございます。公共施設マネジメントについてはです、ね、これまで何回か取り上げさせていただきました。 まあ、その進捗についてもです、ねえー、期限がございますので、えー、質問をさせていただいております。で前回はですね、えー、主に建築物、いわゆる箱物系のです、ね、質問をさせていただきました。でこの中では、きちんと、まあ、目標というかです、ね、定められておりまして、床は25%削減すると、15年間で削減するで財源は879億円、これも削っていくという、まあ、目標がですね、 掲げられておりますしかしながらです、ね、いわゆるインフラといわれる道路、橋梁、公園といったこの公共インフラについては、どうしていくのかという部分については、えー、公共施設等総合管理計画ございますけれども、えー、長寿命化と維持管理コストの縮減とは書いてますけれども、具体的な削減目標というのは書いてありません。いわゆる数値目標が今 ない状態ですね当然、インフラでありますので、道路共量、まあ、地域生活においてです、ね、欠かせないインフラであります、まあ、これを具体的にどこまで削るかとか、金額というのはなかなか出てこないとは思うんですけれども、しかしながら、今の長崎市の現状を考えると、将来的にはです、ね、この財源というのは必ず不足すると。 いうふうに思います。まあ、そういったこともあってですね、このまあ、国交省の方から出ました都市公園法の改正の背景がですね、まあ、こういったところに私はあるのではないかなというふうに思います。当然公園も今後更新をしなければいけません。その財源をですね、どうしていくのか。えー、この財源をですね、いわゆる民間活力を使ってですね、整備の財源を。 年捻出したいという部分がですね、国交省の思惑があるんではないかなというふうに思います。えー、今回の改正ではです、ね、今ありましたけれども、えー、設置期間ですね、いわゆる公園内にいろんな、えー、売店等とかですね、作った場合も、今まで10年だったのが20年です。かなりこの企業が投資をしてもです、ね、回収できるような期間が設定されました。今までの2倍です。そして憲兵率についても、今までは公園施設内の2%。 というですね少ない面積でしたけれども、これに10%を上乗せということで、5倍以上ですね上乗せしてますので、ある意味、この思い切った改正をですねして、このインフラの更新、この公園施設の更新について、財源の問題を解決しようという姿勢が見えると思います。先ほど、検討をですね進めるという話だったんですけれども、少し確認したいのは、まず、 1>, 1点目は、えー、この公園のです、ね、都市公園、えー、長崎市内にもたくさんの施設があると思いますけれども、大体いい年間にどのくらいの経費、維持管理費、整備費をかけているのか、そしてこの財源の捻出ですね、将来的にどのような形で,です、ね、この財源を捻出していこうというふうに考えているのか、この点を教えてください、えー、土木部長。 公共施設マネジメントにおいて、公園施設全体における平成25年度の年間の維持管理費は約9億1500万円であり、その内訳は、光熱水費や修繕費などの施設維持費、これが約6億8200万円、人件費などの事業運営費が約2億3300万円となっております。 議員ご指摘のように今後の人口減少などを考慮いたしますと公園にかける現在のコストを維持していくことは非常に難しいものと考えておりますしたがいまして公園施設の更新につきましては長崎市公園長寿命化計画に基づき改修や更新を行う公園の優先度を設定をしまして適切な保全管理を実施することによるライフサイクルコストの削減や えー、ただいまご説明しました、パーク、p f i などの官民連携手法の採用による、まあ、コスト縮減を図る必要があるものというふうに考えております。また、えー、今後は立地適正化計画に基づく、まあ、公園の配置の適正化により、まあ、公園の統廃合についても進める必要があるというふうに考えております。以上でございいまます4番林博文議員はわ、い、かりました、あのー まあ9億1500万円、これ、年間のまあ予算でありますので、金額でありますので、これがですね今後ずっと毎年続いていくというのは、なかなかこう私もあの想像ができない状況です。で当然、公園施設でありますので、さまざまなスポーツ施設とありますので、利用料もあるんですけれども、のこの9億に対して利用料は8700万円しかありません。1割に満たない 部分の収入しかないということを考えると、やはり何かをですね、手立てをしないといけないというふうに思います。えー、都市公園、長崎市では全体で503カ所、総面積が412ヘクタールあります、えー。そして設置から30年以上経過した公園が60%となっております、えー。しかもですね、問題なのは、この公園なんですけれども、 1968年から1986年、大、ま、体昭和40年代前半から昭和の終わりぐらいにかけて、一気にですね、あの設置がされております、整備がされております。まさにこの時期にちょうどこの,この20年ぐらいで、この設置のピークが来ておりまして、ピラミッド形になっておりますけれども、これがまた30年後、50年後には、次のこのもう山を、ピラミッドを築くことはもうできません。 平準化をしながらです、ね、削るところは削ってしていかないといけないというふうに思いますので、今後です、ね、これはあのインフラの中でも都市公園ですけれども、他のインフラも含めてです、ね、しっかりとしたこの財源をどうやって見つけていくのか、どうやってダウンサイジングをしていくのかという部分をです、ね、検討をしていただきたいというふうに思います。そしてももう一点ですけれども えーまあ、先の代表質問でもです、ね、若会派の方から出しましたけれども、えー、松山の陸上競技場でございます、えー、この松山の陸上競技場はです、ねえー、都市公園としての平和公園の一部になっております、こ平和公園というのは大変範囲が広くございまして、えーまあ、国道を挟んで、平和記念像のあるです、ね、祈りのゾーン、学びのゾーンです、ね、記念像中心碑、えー、原爆資料館というゾーンと、 電車通りを挟んで、この川の方ですね、こちらの方のスポーツのレクリエーションのゾーン、陸上競技場、テニス場、弓道場、ソフトボール、ラグビー、サッカー場と、こういった施設も、ここもですね平和公園の施設になって、いわゆる都市公園としての平和公園の一部でございます。そういうことを考えると、ですね、まあ、代表質問では、この 施設の中での街頭等のです、ね、整備の話が出たと思うんですけれども、大きく平和公園を電車通りから向こうのです、ね、川沿いの一帯をです、ね、捉えると、このパーク PFI の、ね、導入というのはできないかなというふうに思うんですが、考えをお示しください。土木部長再質問にお答えいたします 平和公園陸上競技場におけるパーク PFY 制度の導入につきましては、現在、競技場内には多くの公園施設が設置されておりますので、民間収益施設のスペースを確保するということは、現状としては非常に難しいものというふうに考えております。しかしながら、 パーク PFY 制度を含めました官民連携の手法については、重要であるというふうに考えておりますので、今後、公園の大規模改修や、更新を行う際に、民間収益施設を設置できるスペースが確保できる場合は、民間事業者の意見も聞きながら、検討を行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます4番林博文議員 よろししくお願いいたしますあの、まあ、少し松山の陸上競技場だけじゃなくて、ですね周りのいろんなスポーツ施設も含めると、かなり大きな範囲になりますので、えー、検討できるんじゃないかなと思います、またここの,あの立地の特性としては、当然、平和公園にたくさんの方が観光客を含めてですね、えー、お越しになります、そして電車通りを挟んでいきますと、浦上川の向こう側には旧城山のですね、 国民学校の被爆放射もございますこの動線上にです、ね、ちょうど当たることになります。多くのです、ね、方がこの平和公園原爆資料館に来る中で、この松山の陸上競技場をです、ね、動線上の中間点として、人の流れをです、ね、呼び込んでいくというのは、非常に私は意義のあることではないかなというふうに思います。このの松山の方にです、ねまあ、収益施設 いろんなものが考えられると思いますけれども、カフェなどのですね、こういったものができれば、人の流れをですね、作るような形になると思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。また、候補地としてはですね、稲佐山公園等も考えられると思いますので、このパーク PFI、よろしくお願いいたします。次に、若者の人口流出問題について、再質問をさせていただきます。 あのキャリア教育についてはです、ね、教育省から、えー、もうしっかりやっていきますということで、えー、答弁がございましたので、えーまあ、義務教育のです、ね、段階では、ぜひです、ね、これはあのしっかりやっていただきたいというふうに思います。えーまあ、人口流出の問題についてはあの、いろんなところから報道もありまして、私もです、ね、いろんな方からお話を伺いました。で私とと同じ年代の方に聞くとです、ね、やはり 長崎にはあの若者がいないと元気がないということで、議員も行政もしっかりやってくれというふうにあの言われるんですけれども、その同年代の方に、あなたの,あの息子さん、娘さん、どうしてますかって聞くと、大学卒業したそのまま帰ってこないというふうにおっしゃる方が非常に実は多かったです。実はは私たちのの世代はですね結構その 子どもをそのまま都会に送って、実は長崎に戻ってきていないような状況を作ってしまっている挑本人かも知れません。長崎はですね、あの現在、まあ、商工部中心にですね、えー、いわゆる就職を前提としたですね、高校、工業高校、商業高校、こういったところにはですね、あのいろんな取り組みをされてます。 しかしながら、いわゆる普通校ですね、普通の普通校で進学を前提とした普通校ですね、市内にもありますし、また私立のですね高校もありますけれども、ここはですね、まさにこのどんどん都会にですね人材を送り出して、この人口流出装置になっているというような指摘をする方もいらっしゃいます。やははりりここはですねしっかりと高校の段階でも えー、キャリア教育ですね、地元の方と交流をしたりとか、えー、地元で、えーまあ、お仕事で頑張っている方のです、ね、交流、こういったものがです、ねえー、必要ではないかなというふうに思っております、ただ、まあ、ここは高校なので、えー、教育長にはちょっとお聞きできませんので、あの県の方でです、ね、先ほど県の予算、えー、先日発表ありましたけれども、 県の事業としては、県立の普通校でもです、ね、今後、このふるさと教育をやっていくという事業が載っておりました、こういったところも見守りながら、このやっていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そして、大学との連携についてなんですけれども、これもご答弁でいただきましたとおり、人口減少の特別委員会の中でもです、ね、かなり議論をされております、これも読ませていただきました。 COC プラスということで、センター・オブ・コミュニティという、ですねこの造語らしいですけれども、大学が直接、ですね地方創生に関わる人材育成の取り組みを行っているということで、ここについて、ですね本市もまた産業界とも力を合わせて、頑張っていただきたいというふうに思います。そういった中で えー、一つあの商工部長にお尋ねしたいんですけども、えー、先日のですね2月11日付けの読売新聞の寄稿の中で、えー、河野長崎の大学長ですね、えー、河野学長が、えー、大学はチャレンジの場ということで、えー、寄稿をされております。ちょっとすみません読ませていただきます。産、えー、学かの連携は当然のことですが斬新なアイディアで 起業するこの木は起こす方の木ですね、起業する学生を育てることも重要と考えていますというようなコメントが載っておりました。また、あの県の動きとしても、すみません、大学ではあの先日の新聞報道では情報系の学部の新設という話もありましたですね、あとあの長崎県の方うでは、えー、新たな基幹産業づくりということで、えー ロボット、ICT などの産業集積をです、ねえー、図っていくというようなお話もあっております。こういったところをです、ねえー、いろんなお話をお見ますと、えーまあ、新しい流れができているんじゃないかなというふうに思います。いわゆる学生ベンチャーですね、企業化育成という観点になってくると思います。ちょっと、あのー 行政とベンチャーだとちょっと過去に苦い経験がありますので、あまりあのなかなか難しいところもあったかなと思うんですけれども、こうやって学長自らがでらが、ね、学生の起業家をです、ね、育てたいというようなお話はあっておりますので、こういった部分についてはです、ねえー、本主としてもしっかりとその動向を注視して、決してこの乗り遅れることがないようにです、ね、していただきたいと思います、まあ、この辺の動きについては、えー、商工部長としてはどのようにお考えでしょうか。 商工部長再質問にお答えいたします私ども、の創業支援につきましては、現在、長崎商工会議所、あるいは地元の金融機関など、12の団体とです、ね、一緒になりまして、創業サポート長崎という体制で実施しております。でこの創業サポート長崎では、例えばの起業される方の創業計画でありますとか、財務計画。 販売促進手法や人的資源の活用方法など、創業者が創業した後に事業を展開して,していく上で必要となる分野に対してです、ね、支援を実施しております。 でまあ、この創業サポート長崎で,です、ね、大学発のベンチャー企業に対して、あるいは学生企業側に対しての支援も可能となっておりますので,です、ね、今後、大学の取り組みがなされるようでございましたら、大学発のベンチャー企業、あるいは学生企業家の育成等についての連携はしてまいりたいというふうに考えております。以上ででございいいいいまますす番林博文議員、はいはい、よろししくお願いいたします、えーまあ、学生起業とうう観点で言うと あのまあ、先ほど、同僚議員から DMO の話もありましたけれども、いわゆる観光分野での、まあ、新しいインバウンドビジネス、まあ、こういったものをです、ねえー、大学発のです、ね、人材というのは、私はここから確保できるんじゃないかなというふうに思っておりますので、この辺はですは、ね、期待をしたいというふうに思っております。それと、えー、大学との関係で、もう一つ、少し観点を変えた質問になりますけれども、 えーまあ、例えば長崎の大各大学にです、ね、来られている方、県外出身のです、ね、大学生の方が、まあ、大体6割ぐらいいらっしゃるというふうに言われております。この県外から来られた大学生の方の、えー、住民票の問題というのが、えー、ございます、えー。先日2月4日に知事選がありましたけれども、えー、この期間中にです、ね、大学での期日前投票の取り組みがありましたので、ここをですね、 えー、視察させていたただきましたちょっと知事選時代があまりこう盛り上がっていなくて、投票率もです、ね、ちょっと低調だったのもありますけれども、えー、長崎市の選管の方もです、ね、出張っていただきまして、えー、やりましたが、やはり学生の投票率が大変あの低いということで、まあ、いろんな学生さんに聞いたんですけれども、やっぱりこれ住民票を移していないという方が大変多くございました。えーまあ九州 ないの出身県外であってもですね九州のないという方が非常に多いということもあるかと思うんですけれども、まあ、これからですね大学生が長崎市において、いろんな地域の問題のですね一緒にこう解決したりとか、まあ、そういった地域に入って支援をしていただくようなことが、ですねこれからあると思います、実際に今現実、大学もされてますけれども、まあ、そういった中で、県外の方が、まあえー、住民票がなくてですね、 投票ができないという環境はです、ね、私はやっぱりなんとかこう改善できないかなというふうに思っております、せっかくこうやって長崎に興味を持っていただいて、地域のことに関わっていただく方がです、ね、えー、政治参加ができないというのは、あもったいないと思いますので、えー、せっかく県外から長崎市に来ていただいた大学生の方が、まあ、長崎市に住民票をです、ね、移してもらって、えー、長崎でしっかりそういう生活をしていただくと。 こういう環境をですね作っていただきたいというふうに思うんですが、この点について、えー、市の見解をお聞かせください。中央総合事務,事務所長、再質問にお答えいたします。住民の方の氏名、住所などを記録する住民基本台帳は住民の方々に対する事務処理の基礎となるもので、住民の失礼しました住所の移動など記載内容に変更がある場合には。 法においいいててその届出が求められているところでございますまずそのような手続きの周知を図るという観点とともに特に卒業入学時に親元を離れる初めて離れる学生に住民移動に伴う適正な届出を啓発することは将来にわたり必要となる届出をしていただくことに効果的であると考えられることからこれまでも学生に対し組織的な対応が可能である大学 短期大学や高校に対し、チラシの設置やポスターの掲示をお願いをし、適正な届出の啓発を行ってきているところでございます。今後はさらに、この法制度の周知、あるいは転入してきた個々の学生への学校側のアプローチについて、学校へ出向き、要請を行いたいと考えております。以上でございます4番林博文議員、はい えー、ぜひですね、よろしくお願いしたいと思います。まあ、学生さんにしたらですねあの、大きなお世話というふうに思うかもしれませんけれども、やはりでも、まあ、これだけ人口が流出しているわけでありますので、まあ、市としてはです、ね、大きなお世話を大いにやっていただいて、えー、学生さんのですね、えー、向いたあ行政であってほしいというふうに思います。えーまあ、大学 とですね、行政との連携というのはあの直接、間接を問わずさまざまな分野で、えー、ございます、えー。産官学という枠組みの中で言えばです、ね、マイスの問題とか環境エネルギーの問題であるとかです、ね、都市計画の問題もありますし、平和行政でいうとレクナという組織があります。えーまあ、医療の分野でいうと、まあ、BSL4 の問題もありますし、 福祉子育て支援、18歳選挙権、こういった部分で、本当に今、昔はです、ね、あんまりなかったと思うんですけど、今、数えてみますと、本当にこの大学と行政の関係というのは、いろんな分野で複合的にです、ね、絡んでいるというふうに思います。いろんな人の交流も含めてです、ね、大学と行政という部分で、さらにです、ね、深めていっていただきたいというふうに思います。 それでは子どもの貧困についいてお尋ねをいたしますまず、子ども食堂ですけれども、ご答弁の中で7箇所ということで、ご答弁がありました、かなりですね、箇所室、5団体7箇所というふうに理解をしておりますけれども、ここまで,です、ね、市内でも増えているということで、さまざまな人がこの子ども食堂 をですね、立ち上げられて、まあ、いろんな形態が確かにございます、えー、その中でもお、これだけ増えているというのは、やはり、えー、市民の皆様の,あの関心が高いのかなというふうに思っております、でこのこども食堂なんですけれども、えー、いわゆるこの2つのタイプに分かれるというふうに言われて、ざっくりですけれども、言われております、えー、地域交流型、共生型、えー、貧困家庭の子どもだけではなくてですね、 地域の子ども、大人も含めて、地域コミュニティの寄り合い的な食堂ということで、誰でも来ていいですよというような、こういう共生型の子ども食堂、それと、子どもに寄り添って、ケア型の、ケア中心の食堂ということで、福祉的なアプローチで,で、もちろんここではプライバシーの保護というのもあると思いますけれども、こういった。 ケア中心の食堂、こういったざっくり言うとこの2つに分かれると思うんですけれども、今、いろんな流れの中では、地域コミュニティ型のです、ね、いわゆる地域の共生型の子ども食堂というのが増えてくるんではないかなというふうに思っております。私も先日です、ね、地元の小学校区で行われました、 地域コミュニティのまちづくりのです、ね、協議会に参加をいたしました。で、この地域コミュニティの連絡協議会ですけれども、まちづくり計画っていうのを定めて、その事業計画、事業において交付金が出るというのがございます。これはもう6地区で先行してです、ね、これから始まると思いますけれども、例えばですけれども、この 町まちづくり計画の中で、子ども食堂を地域でやりたいという計画を、事業計画を立てた場合に、これについては交付金の対象になるでしょうか、教えてください、えー、えっと、企画財政部政策官。質問にお答えいたします。 あの事業計画に位置付けられた事業がコミュニティ連絡協議会の主体的な事業で地域の方々がそれを優先してしましょうというときには対象になるものだと考えています。以上です。四番林博文議員はい、えー、対象になるものというふうにですねはいありがとうございます。えー、ぜひですねまあ今後各地域であのー、地域コミュニティ連絡協議会 がですね立ち上がっている中でまち、あ、づくり計画ってあると思うんですけどもあのまさにあの地域共生型のですね、えー、貧困の家庭だけをターゲットにするんではなくて、えー、地域の子どもさんをですね広くあのカバーしていくというか、えー、ケアしていくそういう取り組みとしては非常に私有用だと思いますのでぜひですねこのことは、えー、地域コミュニティのですね連絡協議会で まち、えー、づくりの計画の中にです、ね、これ入れるとできますよということはです、ね、周知をしていただきたいというふうに思っております。えー、それと、こ、えーまあ、ども部長にお聞きをいたしますけれども、先ほどあの市長から本壇においてです、ね、長崎市の現状というのがご紹介がありました。えー、今、えー、長崎市の,その 全国平均とかです、ね、他都市と比較して、貧困の状態はどのような状態にあるのか、ここの部分を教えてください子ども部長。再質問に答えします長崎市の子どもの貧困状況でございますけれども、まず、生活保護世帯の子どもの自給率につきましては、長崎県が調査した平成25年度のデータになりますけれども、長崎市が3.31%、長崎県が2.23%、 全国が1.70%でありまして、長崎市の自給率は全国、長崎県と比較して高い状況にございます。それと、次に、順位保護世帯の児童・生徒の援助率につきましては、各自治体で認定基準は異なりますけれども、参考までに申し上げますと、平成25年度において、長崎市が22.52%、長崎県が15.33%、全国が1 3 9 0となっております。以上でございます 4番林博文議員、はい、ありがとうございますあの、まあ、市長の答弁ではです、ね、7人に1人が貧困状態とありましたけれども、えー、答弁ではです、ねえー、順位要保護では、五人に21%を超えてますので、まあ、5人に1人という状態ですので、やはり全国の平均としても、長崎はやはりこの、えー、子どもの貧困がです、ね、非常に、 進んんでいいいるんじゃないかとううふうに危惧をしておりますあの前回の質問の中で、SDGs の話をしました、誰一人取り残さない、ですね持続可能な社会の構築ということで取り上げまして、まさにこの貧困対策はです、ね、未来への投資であるし、そういった観点から長崎市も進めていただきたいと思います。終わります 本日の市政一般質問はこの程度にとどめ3月2日午前10時から本会議を開き市政一般質問を続行いたします本日はこれをもって散会いたしますお疲れ様でした